はい、どうも皆さんこんにちは、正和です。いつもありがとうございます。さあ、今映ってるのはね、赤ちゃんではなくてお父さんハムスターですね、ポムくんです。まあ我が家の初代のハムちゃんたちの、まあ、息子にあたる子ですね。6匹兄弟の中のうちの、まあ、唯一我が家にいる子ですね。さあ、その今頬袋パンパンにしてますけど、このお父さんの息子ですね、8匹兄弟のハムちゃん、生後305日目ぐらいかな、今日が。ただあることをね、決意しました。ということで報告をね、この動画でしようかなと思います。ということでね、まあ何かというと、昨日の動画でね、ちょっと悲しいお別れ、大切な仲間を失いましたということで、8匹兄弟の奈々ちゃんですね、ほぼキンクマカラーのね、可愛い子だったんですけど、この子が突然亡くなってしまいました。原因はちょっとわからないんですけど、という動画をね、出したんですけど、ちょっとね、ある決断をして、やっぱりね、8匹プラス大人が4匹かな、大型ハムスター3匹とジャンガリアン1匹ですね、ジャンガリアンの葵くんと、この子でポムくんと、この奥さんのキンクマのポテサラちゃん、そして白い大きなロングヘアハムスターのワタくんですね。それに加えてね、8匹の赤ちゃんハムスター全員をね、まあ、頑張ってお世話をしてたんですけど、やっぱり細やかなところのね、変化に気づいてあげれなかったのかなと思ってですね、里子に出しました。やっぱ可愛がってくださる子のことでね、そのそれぞれ、集中して愛情を注いでもらう方がね、まあできることなら自分のもとで育てたかったんですけど、ということで、ちょっとね、お別れをしました。お別れしたというのがですね、まあ全員ではありません。ね、1ちゃん、2ちゃん、3ちゃんは我が家にいます。そして4ちゃん、あと8ちゃんも我が家にいます。で、5ちゃんと6ちゃんですね、キンクマゴールデンっていう感じの、まあ、カラーだったんですけどね。そうですね、両方ともそんな感じのカラーですね。で、その子たちはですね、まあ里子という形で、我が家にはもういません。まあね、その方が幸せかなと思って。でね、まぁ、ちょっとしばらく様子を見て、もっと細かくね、メンテナンスしてあげられるように体制が整えばね、まぁ、もっとね、数が増えても、まあ、問題ないと思うんですけど、まあ、今の自分の現状では、ちょっとね、これぐらいがね、まぁ、適切なのかなと思って、ちょっと、もともとね、知り合いでハムスター好きな方がいらっしゃったので、里子、お迎えをしていただきました。はい、ということでね、まあ、残った子も、もしね、万が一、ちょっと、細かい管理が、今、減らしても、難しいなっていう場合は、また、里子にね、追加で別の方になるかもしれませんが、出すかもしれません。ということでね、まあ、ちょっと今日はね、あんまりよろしくない、嬉しくないご報告動画ではあったんですけど、ね、生まれた時から見てくださってる方もね、見守ってくださってる方もたくさんいらっしゃるので、ご報告をしました。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また今後もね、もっと楽しく、この子たちがね、優雅に暮らせる環境をできる限り、作っていきたいなと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、ということでね、後半、他のチャンネルでもやったんですけどね、返信しきれてない、コメントがたくさんあります。12件ぐらいかな、あるので、
それね、口頭でお答えしていこうと思います。まず、モコさん。これは、大人のハムスターをね、体重測定した時の動画。みんな可愛い。うちの金クマ、男の子は、143グラムです。でかいな。うちの子よりもでかい。うちも、それぐらいなるかな。なんかね、ポテサラちゃんはね、あの頃よりもね、この、あ、噛みそう。大きくなったような気がするんですけど。そして、コラショさん。これは赤ちゃんハムスターの動画ですね。全然わからない。覚えられるかな？ねえ、僕も、正直、ケージの順番が狂ったらわからなくなるかな？微妙ですね。ちょっとずつ覚えてきたんですけど。それに対して、かなちゃん、けいちゃん、チャンネルさんが返信。私たちもハムスター飼ってますよ。貴重なハムスターです。なんだろう、珍しいハムちゃん、飼育されてるんですかね。はい。足立さん、かわいい。これは、ショート動画で、ジャンガリアンの動画かな。ありがとうございます。これは、次は、うさぎは真珠さん、赤ちゃんかわいい。この動画は、あれだな、赤ちゃんハムスターが初めて回し車を体験した時の動画ですかね。そして、生後22日の8匹体重測定っていう動画に対してコメント、ハッピーハッピーさん、鳴き声すごいですね。そう、これびっくりしたんですけど、このね、大人のハムちゃんはね、抱っこはちょっと怖がるけど、そんなにね、もうこんな感じ、そんなに拒否しないんですよね。やっぱ慣れたんですね。ただ慣れてない赤ちゃんはね、すごい警戒してギャー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 泣くんですよ。まあよかったらね、気になる方はあの過去動画で、ぜひ参考に見てください。あとは次はティータイムさん。これも回し車の動画にですね、赤ちゃん可愛いですね。またまさかずさんがすごく可愛がってるのが伝わります。ありがとうございます。そう言っていただけるとね、本当に報われます。そしてコラショさん。これ楽しそうですね。これは、あれですね、積み重ねる、なんか迷路みたいな、ジャングルジムみたいな、グッズがあったんですよね。その動画に対してのコメントです。ありがとうございます。今もね、楽しんでますよ。うちの子。そして、サッチャさん。昨日の動画に対してですね、まさかずさん元気ですか？最近ライブしてらっしゃらないので心配しています。せっかくここまで大きくなったのに死んじゃうこともあるんですね。てっきり順調に行くと思っていたのでびっくりです。エキゾチックアニマルは突然死のリスク高いですよね。そうですね。なかなかね、飼育環境もしっかり作ってるつもりでも、なかなかね、まあもしかしたら、おばあちゃんの遺伝のもあるのかもしれないですけどね、突然死も。そのおばあちゃんのね、突然死というか、まあ理由はまた、落ち着いた頃に動画、出したいと思うのでね、よければ見てください。さとぽちゃんさん、こんばんは。やだいです。今は、ただ、ご冥福をもう、お祈り申し上げます。何かアドバイスがないか考えましたが、赤ちゃんから育てた経験がないので、申し訳ありません。とんでもないです。本当に。いつもコメントいただきありがとうございます。もうね、本当に、そのお気持ちで、なんだろうな、ありがとうございます。これからもね、まあ、この赤ちゃんの死をね、無駄にせずに、ナナちゃんの死を無駄にせずにね、より良い、環境をね、作り上げていこうと思います。降りたいの？はい、そしてコラショさん。これも昨日の動画ですね、コメント。そうだったんですね。ご冥福をお祈りします。飼育環境とか原因じゃなく突然死なので、もともと何か疾患を持って生まれた子なのかもしれないですね。そうなんですよね。まあだからそこはね、原因は突き止めれないんですけど、おっとっとっと、どうしたどうした。はい。ポム君ね、ちょっと僕のズボンの中に入ろうとしたね。怖い怖い。どうしたの？
はい、ということでコメント返信以上ですね。ちょっとねアングルがあんまり良くなくてねあの可愛いシーンが撮れてないかもしれないですけど、すいませんね。また改良して今後ねお届けしようかなと思います。よしよしよし、でかくなったな。やっぱりまたね定期的に健康診断兼ねて体重測定、大人のハムちゃんもねしていこうと思いますね。よし、はい、あーこれ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 、うさちゃんのケージに入っちゃダメね。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。